絶対に落ちるな、パチンコ負の連鎖。パチンコに本心が正しいから、今度はパチンコの楽しさとかしかお伝えするチャンネルです。でもちょっと今回はコンセプトと違うかも。どうも、今度春菜でございます。今日はですね、動画撮らせていただく内容ですね、まあ、サムネとかタイトル的におそらく視聴回数はそんな伸びないんじゃないかなと思ってます。ただちょっと待ってください、皆さん待ってください、待って、今日お話しする内容ね、まあ、僕とかパチンコ教える系 YouTuber さん、なんか最近ちょっと増えてきたなっていう感じするんですけど、で教える内容でめちゃくちゃ今日お話しする内容、大事なこと、普段勝ち方とかいろいろ教えるのありますけど、それよりもよっぽど重要なお話できると思うので、ぜひぜひ最後までご覧になっていただきたいと思います。はい、では早速いってみましょう。今日はですね、まず先に結論を言いたいと思います。今日は僕が動画でお伝えしたい結論は2つです。1つ目、パチンコにおいて収支を上げるよりも純利益を上げる方が大事。2つ目、負の連鎖に陥ってしまうと簡単には抜け出せない。こちら2つをお伝えしたいと思います。はい、ではまず1つ目、パチンコにおいて収支を上げるよりも純利益を上げる方が大事。まず当たり前なんですけど、まあ、パチンコで月に70万の期待値を詰めてますという人がいたとしますね。はい、ただ月に支出は80万円使ってますよってなったら全く意味がないんですよね。これね、会社の経営とかと全く一緒だと思います。はい、会社だったら倒産、もう個人だったら破産ですよね。全く意味がないです。はい、なのでパチンコの期待値を追うのと同様に、しっかりと支出を抑える、そして純利益を取る、はい、これを意識しなきゃ意味がないんですよ。特に今のパチンコの台ってめちゃくちゃ荒いです。はい、まあ5、6年ぐらいまであったマックス期、そのマックス期より今の方が僕は荒いと思ってます。319でも、はい当たりました、出玉300個獲得しました、でもチャンスなしです、終わりなんてことがありますから、もう昔の台より荒いと思います。はい、なので月に70万円の期待値を取れてたとしても結果的に収支はマイナスでしたなんてことは普通にあるんですよね。なので毎月パチンコで期待値を追うのと同様に支出を抑えるっていうのを意識して行動していかなければ意味がありません。次に2、負の連鎖に陥ってしまうと簡単には抜け出せないについてご説明していきたいと思います。はい、負の連鎖が何かと言いますと、まあ、いわゆるパンク状態ですね。はい、資金が尽きてしまうこと、これに陥ると簡単には抜け出せません。特にパチンコにおいてはこの負の連鎖っていうのが特に如実に厄介です。資金が尽きてしまうことっていうのはもうね、戦争に拳銃を持っていくのを許さないみたいな、そういう感じですね。戦争に絶対行けって言われてるのに拳銃は持っていくなみたいな状態なんですよ、パチンコにおいては。はい、なぜかと言いますと、僕の動画でも散々にわたり説明してます。パチンコにおいて勝つために大事なの、ちょたま再プレイを駆使する、これがめちゃくちゃ大事ですよね。はい、これがただパンク状態になってしまいますと、もうちょたま再プレイ駆使してプレイができないんですよ。拳銃ですよ、拳銃持たないで戦争に行ってこいっていうのも一緒。具体例を説明していきますね。はい、例えば北斗無双、北斗無双ね、319分の1の北斗無双、チョタマを駆使して 3.57 円の店で打ったとしますね。はい、でその台が19回の、まあ、1ラウンドあたり145個取れるような台を打ってましたよと仮定します。はい、そうすると、1が190回せるとしたらですよ、約時給がチョタマ再プレイ駆使して無制限で打ってたとしたら約1600円なんですよね。はい、ただ現金で打ってた時の期待時給はどれくらいかというと約400円なんですよ。時給は約1200円も下がります。なのでいかにチョタマ再プレイを駆使して打つかっていうのが大事なんでございますね。それがね、お金がなくなってしまいますとチョタマを下ろして現金投資ばっかりになってしまう。これだとね、いくら上手い人が打ったとしても勝つことは難しくなりますね。まあ勝てるにしてもやっぱり期待時給は落ちてしまう。はい、そういうわけなんでございますね。はい、続きましてテーマ用意していきます。負の連鎖に陥るとどうなるのか、まあ、今日はね、まあ、戦争でいう拳銃という武器であるお金ですね。これはパチンコにおいてお金です。資金がなくなると
負の連鎖が起きます。この負の連鎖が起きるとどうなるのかお話ししていきたいと思います。1つ目、再プレーを駆使できなくなる。まあ、これは先ほど説明したのと全く同じですね。やっぱり再プレー駆使できないとやっぱり期待時給っていうのは下がってくるので、いくら上手い人がやっても変わらず、どんな人がやると必ず下がります。はい、まあ、遠くから店だけ行くっていう人は、そういう地域の人はいいかもしれないですけど、まあ、基本的にはそれは難しいので再プレー駆使ができなくなると。2つ目、ちょたまする店が限られてくる。もう資金が尽きてきますよね。そうするとどうしようかなと、あそこの店はもうあんまり行かないから全部下ろそうというふうにしますよね。やっぱりね、今立ち回っていくんだったら一番まあ多いのはね、特定日の店に行く。何々のつくしはあそこに行って、何々のつくしはあそこに行って、月末はあそこに行ってっていう感じで特定日狙っていくのが結構まあスタンダードな期待値を積む方法だと思います。はい、そういう立ち回りができなくなりますね。資金が尽きてくるので、もうあそこの店はもう切ろうっつって、ちょっと全部下ろすみたいな感じになってくるんですよね。はい、なのでちょっとする店が限られてくるという感じでございますね。3、余計な時間がかかる。これもね、資金が尽きてくるので、さっき同様ね、あそこの店はあんまり行かないからもういいやと思って下ろしに行く。はい、ここの店今日、まあ4万発できたけど今キャッシュお金がないから、あ、ギリギリの2万5000発だけ下ろそうかなとか、もう時間がねどんどんなくなってくるんですよね。はい、預けて、まあ、また次来ればいいやっていう風に、まあ、お金に余裕があったら思いますけど、それができなくなりますね。毎回10分とかさ、10分じゃないですよ、せよよ、5分ぐらいレジ並んで交換して換金所に行ってっていうのをやってたら時間がなくなりますよね。時間がもったいない、時間も価値ですから。4、最大期待値が取れる立ち回りができなくなる。例えばね、319の漆黒で時給約2200円の台がありますよと。で、天デジだったら1800円の期待値のある台がありますよとなったとしたらね、僕はもう絶対に漆黒を打つべきだと思うんですよ。はい、なぜならどんなに粗い台を打とうが重ねていけば確率は収束すると僕は思ってるので、僕は絶対に期待値高い台を選ぶべきだと思うんですよね。はい、ただもう負の連鎖に陥っている人、資金がなくなってきている人だと、そういう選択肢ができなくなりますね。はい、甘くてもいいから確率が収束しやすい台に行こうという選択肢になるでしょう。はい、U タイムを狙うにしても残がよっぽど少ないの台を狙っていく。例えば U タイムで、まあ、時給に換算して期待時給2500円ある、でもそれでも足りねえって思っちゃうかもしれませんね。はい、時給に換算して3000ぐらいだったら U タイム追おうとか、はい、立ち回る選択肢が狭まってくるんですよね。はい、負の連鎖恐ろしいですね。はい、続きまして5、精神がやられる。もうこれが痛いですよ。期待値積んでるのに全然結果がついてこなくても、もう普通の一般の方からしたらだんだんだんもう本当に脳がやられます。はい、特にねパチンコやってる人なんかさ、一回ね、なんだろう、10万勝ったとしたらさ、その10万勝ったっていうのが厄介なことでね、脳に残ってるんだよね。はい、脳に残ってるから俺はいつでもこんくらい勝てるって思っちゃうんですよね。それで、ね、結構お金もバン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 使っちゃうんですよ。ただ実際はそんなわけないじゃないですか。毎回10万勝つことなんて無理に決まってますし、はい、まあさっき話しましたけど、70万期待値するとしてもマイナスになったことだってあるんですよ。はい、なのでね、だいぶ精神がやられてきますね。6、最後です。他の人への感謝がなくなり厳しく当たるようになる。はい、まあこれが一番厄介かもしれませんね。負の連鎖に陥ってしまうとね、今まで周りの人がしてくれた感謝を感謝と思えなくなってしまったりする人がいますね。はい、もう急にパチンコの収支が、ね、僕の周りでもパチンコの結構ね上手いんですよ、結構上手いのに、なんかパチンコの月の趣旨が悪いと急になんか攻撃的になったりする人がいましたね。はい、もうね、周りのね感謝がねなくなってくるんでしょうね、負の連鎖になっていくと。もうそれが一番怖いですね。はい、続きましてのテーマですね、負の連鎖に陥らないためにはどうしたらいいかお話ししていきたいと思います。はい、まず1つ目ね、今日僕がお話しした絶対に陥るな負の連鎖、この動画を何回も何回も繰り返し見てください。
お金の無駄遣いしようって思わなくなりますからね。あ、ぜひ何回も見ていただきたいなと思います。続きまして、勝った時も負けた時も生活スタイルを変えない。勝ったらなんか大盤振る舞いだってたくさん飯買ったりとか、おごるぜみたいな人言ったりとか、負けたら窒素に生活しますとか言う人いますけど、パチンコなんかもうこうですからね。本当に今の代はここですから、はい、もう期待積んでてもこうこう下がってる時もありますね。はい、もうどんな結果になろうとも生活スタイルを変えない、これめっちゃ大事だと思いますね。はい、3つ目、支出を管理するですね。はい、支出を管理する、何かと言いますと、お小遣いつけましょうと、まあ、正直に言いますと僕は今はお小遣い帳はつけてません。はい、僕がつけてない理由は、心屋仁之助さんという方がいましてね、その方の本を読んで、まあ、お小遣い帳つけるよりもそっちにパワー使うよりも稼ぐことにパワーを持ってった方がいいんじゃないのっていうのをね、共感しまして、今はつけてないんですけど、ただ僕も3年間ぐらいはつけてた時期があります。はい、まだ1回もつけてないで、ここ何年かつけてないっていう人もぜひ改めて、まあ、僕は今つけてないですけど、ぜひ1回は、まあ1回でも半年ぐらいですかね、半年ぐらいはお小遣い帳つけるってことをやってみてはいかがでしょうか。はい、僕もね、3年間やった経験は、決して無駄ではなかったと、むしろ良かったと思ってます。はい、自分がね、こういう余計なのにお金使ってんだなっていうのがしっかり分かるので、はい、ぜひつけてみてはいかがでしょうか。はい、特にね、まあ、周りの人がね、信頼できるファイナンシャルプランナーとか、まあまあ、FP の方がね、いらっしゃればぜひ直接相談するとね、いいと思いますので、やっていただけたらと思います。はい、4、これちょっと長いです。いきますよ。浪費、特に固定費を抑える。これ順々にいきます。ちょっとまず一つ目ね、この4って部類の一つ目ね、はい、車は持たない。はい、使わなくていい、浪費してませんか。あ、今ね、もう都市部に住んでたのよ、まあ、やっぱり車社会、田舎とかのそういうところでは難しいかもしれないですけど、都市部に住んでたら車ね、僕持つ必要ないと思います。はい、もう維持費バカ高いでしょ。バカ高いし、もう東京住んでたら4万とか駐車場かかりますからね、もう家賃払えるんじゃねえかぐらいな感じしますよ。はい、維持費もかかるしさ、ぜひ見直してほしいと思います。めっちゃ高いです。はい、それだったら、今だったら、まあ、カーシェアリングとか、まあ、レンタカー借りるとか、そっちにした方が、もしくはタクシー使うとか、はい、そっちにしたら絶対抑えられることの方が多いと思うので、車は持たなきゃいけないっていう固定観念をちょっとね、捨てていただきたいなと、まあ、いうふうに思います。次、スマホは SIM フリーにする。はい、まあ、キャリアはね、基本的にね、大手にする必要全くない。本当にもう何するメリットって何、メールアドレスのアットの下のドコモとかソフトバンクとかが使えるぐらいでしょ。回線がちょっと遅くなるぐらい。はい、ぜひ SIM フリーにしてください。はい、意味ないです。はい、続きまして、電気会社を変える。はい、もうね、電気の自由化ですよ。はい、普通に家買ってて、貸主大家さんが決めてる電気会社にすると大体高いことが多いです。電気会社自由化で選べます。絶対抑えられると思います。はい、ぜひ探して電気会社変えていただきたいなと思います。はい、続きまして、タバコは吸わない。もうこれもね、またなんか非難されそうですけど、はっきり言ってタバコ吸う人ね、パチプロでタバコ吸う人、トップ 1% には絶対なりません。絶対なれない。はい、なぜならね、まあ、昔だったらいいかもしれないですけど、タバコ吸う人イコールパチンコやる人、パチンコやる人イコールタバコ吸う人ってイメージあるかもしれないですけど、タバコ吸うために今は席離れないといけないですよね。マジで時間もったいない。いいから1回転でも回した方が、ちょっと下手でもいいから1回転でも回した方が絶対期待取れるから。タバコ吸うなんて何のメリットもないから、お金もかかるし、はい、ね、もう女性にもモテないでしょうし、全く意味がありませんね。しかもパチンコにおいては特に時間のロスっていうのは致命的です。タバコ吸ってる限り、パチンコでトップ 1% のプロになることは絶対に無理です。断言します。はい、続きまして、習慣化のようにコーヒーをコーヒーショップで買わない。これね、前の僕の職場でもいたんですけど、毎日のようにスタバとかタリーズとかに行ってコーヒーを買ってくる人がいるんですよね。400円ですよ、400円約ね。それを毎日やったら月に1万2000円、1年間やったら15万円。はい、
海外旅行行けますね。はい、絶対その価値を理解して買うんだったらいいけど、そんな価値ありますか。はい、絶対経験に投資した方がいいでしょ。一回海外旅行行って経験した、そこに投資をした方がいいと僕は思いますね。はい、まあ、ただコーヒーショップ無駄だとは僕は思ってません。はい、どこに価値があるかといったら、やっぱりね、あそこの場所をお借りするっていうことに価値があるんじゃないでしょうかね。はい、それをコーヒーだけ買っていくっていうのは、僕にはもうちょっと全く正直理解はできませんね。それにするにしても、ちゃんと価値を見出して買いましょうよっていうことなんですね。はい、まあ、なので僕はね、正直言うとね、コーヒーショップスタバとか行っても、もう半分以上は買うの140円ぐらいの水ですね、ペットボトル。で、最近はまあね、コンビニにさ、フードスペースみたいなのあって、しかもおしゃれになって、本当に壁と変わんないぐらいおしゃれなところにあったりするんですよね。あ、そこに行ったりとかして、85円ぐらいの2リットルのペットボトルを買って、このスペースで、まあ本読むとかね、台本書くとかしてることがありますね。はい、まあ、ちょっと長くなりましたけど、習慣化のようにコーヒーをコーヒーショップで買わないですね。はい、続きまして、何の生産性もない飲み会に参加しない。はい、もう当たり前のように飲み会で参加している方がいらっしゃると思います。僕は正直 99% の飲み会は必要ない、そう思ってます。はい、もうどうしても話したいんだったら、もう酒をの入れずに、差しでしっかり話した方が生産性もあると思います。はい、もう正直お金がね、どんどんなくなっていくだけだし、はい、何の価値のある情報も得ることは少ないし、本当に自分にとってその飲み会が必要なのか考えていっていただきたいなと思います。はい、というわけでね、今日はね、まあ、いろいろね、僕が思う経費、固定費を抑えられることっていうのをいくつかご紹介しましたが、ただ僕は、ですね、自分が成長できることとか、自分が経験できることとか、あと時間を、お金を払うことによって確保できること、そこにはお金をバンバン使うべきだと思ってます。はい、例えば時間が確保できるっていうのは、家事代行サービスを使うとか、乾燥機付き洗濯機ね、を使うとかさ、もうそれで乾燥機付きだったら、もう一回一回外に出てさ、干してってことしなくても乾燥してくれて、もう楽ですよね。ね、そういうことには、バンバンお金を使っていくべきだとは思っています。はい、まあね、今日もぜひね、動画を見ていただいて、こういうお金の節約の方法あるよねとかね、はい、あったらぜひどんどんコメントをいただけたらなと思っております。はい、まあ、この後ね、その負の連鎖に陥ってしまったらどうすればいいのかということも話そうと思いましたけど、それはさすがに時間が長くなりすぎるので、はい、やめておきたいと思います。まあ、今日のね、リアクションが良かったら撮るかもしれないので、ね、はい、よろしくお願いします。はい、最後にもう一度最初にお話ししたことをお伝えしたいと思います。僕が言いたかったことですね。はい、1、パチンコにおいて収支を上げるよりも純利益を上げる方が大事。2、負の連鎖に陥ってしまうと簡単には抜け出せない。はい、以上でございます。これを意識していただけたらとぜひ思います。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。